第29巻の舞台は衆門の僧が学会批判を繰り返していた1978年10月から翌年2月までです上落の章には山本真一が厚原の法難に施策を巡らせる場面が描かれていますこの法難は公安2年を頂点に厚原号で起こった日蓮門下への弾圧事件です 厚原の法難の歴史を振り返りつつ真一は断じて殉教者を出すような状況を作ってはならないもしも殉難を余儀なくされるなら私が一心に受けようと覚悟します同省に上落画上の境外の確立があってこそ真の主上所有落がありそれは資神愚法の 決意とと実践から生ままれるとありますこの「指針愚報の決意と実践」とは「人生の根本目的は甲府にあり」と決めることであり人々に仏法を教えるために自らの生活生き方をもってご本尊の栗木仏法の真実を証明していくことです。 1978年の1年間で新一は10方面を訪問し30曲ほどの学会歌を作成しました。第一次終門事件の渦中にあった嵐吹き荒れる激動の1年は創価の松明を掲げ守り抜いた力層の1年であり新しき歴史を築いた建設の1年でもあったのです。精神のは 1979年の新年から始まります。力走した1978年から精神な決意で新一は1979年を迎え再び力走を開始します。七つの鐘の終了を迎える同年は総仕上げの年であると同時に偉大なる起点でもありました。2月彼は香港、インドを訪問し、 世界交付への新たな行動を開始します戸田先生の誕生日である11日新一はインドガンジス川のほとりに立ち恩師に誓います先生新一は行きます先生がおっしゃった我が舞台である世界の高線ルフの大道を開き続けてまいります弟子の関東をご覧ください交付の偉大なる起点は 弟子が師匠に誓いを立てることから始まっていきます世界交付はその誓いと行動の継承があってこそ可能となるのです第二十九巻では世界の知性との対話の模様が綴られていますアメリカハーバード大学名誉教授である ガル・ブレイス博士との対談では不確実性と確実性が話題に上ります。新一は人間を高め成長を図っていくことが常に的確な判断をしていく上で極めて大事であり仏法を基調にした精神変革人間革命の運動こそ21世紀を開く大河となると訴えます。イギリススオックスフォード大学の ウィルソン社会学教授とは宗教が担うべき使命について意見が交わされました。新一は一民間人としてまた人間主義の仏法者として宗教や思想の違いを超えて対話の橋を架けてきました。この対話の道をまっすぐに進むことこそ仏法者の使命です。社会はコロナ禍という 不確実性の中で未来を見通すことができず揺れ動いています苦悩する友の心に寄り添い語り合いながら人間蘇生の光を放つこの創価の底力を今こそ発揮していきましょう